今回の動画は、必要とされるところで生きようみたいな動画です。なんで皆さん生きてますか？なんで生きてるんですか？ なんで生きてるんですかっていう言い方も変ですけど、必要とされてるからですよね。まだこの世に生を預けてるっていうのは。もう僕も本当に死にたいなとか思いますけど、まあ、まだ親もいるし、まあ、多少なりとも必要としてくれる人もいるので、まあ、まだ生きてようかな、みたいな感じですけども、誰からも必要とされなくなったらもう多分もう死にたいじゃないですか、正直。多分、生きててもしょうがないじゃないですか、もう。あなたのこと誰も必要としないよってなったら、もう、正直ね、もういっかってなると思うんですよ。だから、誰かから、何かから必要とされてるっていうのがあるから、多少なりとも生きてると思うんですよ。なので、あなたが今必要とされるところで生きてくださいっていう話です。単純に。必要とされているところ、必要とされている人と一緒に生きてくださいっていう話です。あなたのことを否定する人とか、あなたのことをいじめる人とか、嫌がらせるし、するし、人、嫌がらせする職場、環境、学校、家族、夫婦、友達、まあ、いろいろあると思うんですよ。国、世界。まあ、その国、世界ってなってくると、もう本当に大変なことになっちゃいますけど、で、もし、ね、変わることによって、移動することによって、誰かが必要とされて、いや、生きててよかったと思えるんだったら、それでいいじゃないですか。そうしましょうよ。で、もしもうどうしても変えられないんだったら、変えられないっていうか、移動する場所がないんだったらもうその世界変えるしかないじゃないですか。だから僕は世界を変えるために立候補してるんですけれども、こんな世の中変えてやるみたいな。ちょっとなんかかっこいいシーンなんですけども、ちょっと変な、ちょっとにやけちゃいましたけど、この世の中が、この世界が俺を否定するなら、この世界ごと俺が変えてやるみたいな。ちょっと待って。ちょっとそういう、なんかそんなね、ルルーシュじゃないんですけど、そんな、アニメとか漫画とかありそうじゃないですか。この世界俺が作り変えるみたいな、ちょっと噛んじゃいましたけど。そんな感じなんですよ。それで僕も、立候補してるんですよ。はい。おかしいなとか思うこといろいろあるじゃないですか。人それぞれあると思うんですね。だから変えていこうかなと思ってるんですね。で、まあ、変えなくてもいいんですよ、そういう。もう変えなくてもいいけども、自分が住む場所とか環境とか人とかを、まあ、簡単じゃないですか、変えるの。もうやめて他行けばいいんだから、付き合ってたら別ればいいし、会社違うなと思ったら他の会社行けばいいし、それが一番いいと思うんですね。まあ、もちろんね、とっかえ引っかえしてもしょうがないんで、そういう場合はなんか、あ、ちょっと自分に原因があるのかなとかもあると思いますし、まあ、いろいろですけども、まあ、自分も努力しなきゃいけないし、まあ、努力しようももう難しいんであればもう環境を変えることですよね。はい。まあ、ってな感じで、あなたが必要とされている場所、居場所、必要としてくれてる人っていうのは必ずいますので、なので、そういったところで、生きたらいいのかなって思います。そっちの方がね、生きやすいです。圧倒的に。あなたのことを肯定してくれる人、理解してくれる人との方が、環境、場所、居場所の方が、あなたのことを否定したり、批判したり、認めない人というよりかは、そういう場所、そういう環境でいるよりかは、あなたが住みやすい、居心地がいいところに行って、そこでね、怠けるんではなく、そこであぐらをかくのではなく、そこでね、一生懸命、あなたを必要としてくれてる人たちのために、頑張ったらいいのかなと思います。一緒にね。はい。ということで、何かの参考になれば幸いです。いつも皆様ありがとうございます。感謝です。ちょっと左手でずっと持ってね、ちょっと手がプルプルしてきました。はい。皆様、ありがとうございます。愛してます。